自分がやったわけじゃない。私復讐でもないけど、ちょっとスカッとしたので。近所に暴れん坊の外猫がいた。老人の多い地域で、じいさんばあさんらが餌をやっていて、そのまま居ついたらしい。洗濯物を破く汚す、網戸を壊す、通行人に襲いかかる、車に傷をつけるなど、あらゆる悪事を働くので、近隣住民が何度も老人たちに注意したが、餌も取れないだろう、牛かわいそう。みたいな反論で餌やりをやめなかった。ちなみに、うちは車もなく洗濯物は室内干しなので、そこまで被害はなかった。そんな話を遊びに来ていた友人に話すと、その猫見たいと言い出した。どうやら猫好きだったらしい。コンビニで猫缶を買ってきた友人と共に庭に出て猫を待つと、ものの数分で猫は現れた。にゃごにゃご言いながら猫缶を食べる猫をぼーっと見下ろしていると、友人が檻のついた箱を持ってきて、ガッと猫をつかみ、そのまま箱に閉じ込めてしまった。猫に興味がなかったとはいえ、いじめとかされるのはちょっと、と話すと友人は、そこまで被害が出てるなら、近隣の人たちが猫に危害を加えたり、処分しようとするかもしれない。だから保護する。と言って、猫を連れて帰った。それから老人たちは可愛がってたという割に、室内飼いにしなかったのは謎だが、猫がいなくなって消沈している。友人に保護、誘拐された猫は割とすぐ懐いて、今日もカーペットで伸びているらしい。